こんにちは、猫ニラでございます。前回エジルが出たんですけど、その後このイックレでパックが変わってるんですよ。向きが変わった。なのでこっからまた全然、最初のイックレ以外は全然違うパック頭からということになります。いきますよ、1クレ目から。これはなのでエジルの続きなので、はい、メンディ、これはね嬉しい。レスターやるから、これは嬉しいですね。徐々に揃ってきてます、レスターも。まあ、バーディー引きたい。スリーライオンズしかり、あれこれ出たよね、この昨日の動画でも出てるはず。これあれ見知った配列か、白黒。あ、違うわ。まあ、バーディーを引きたいわけですよ、私は。もう当面の目標は本当バーディー。というのも、まあ、スリーライオンズしかり、レスター縛りしかり、バーディー、とにかくバーディー。同じところから連続プラナス5クレ目。いや、当ててです。バーディー、アントネッリ、1,2,3,4,5、6クレ目。まず欲を言うとスアレスよりバーディーの方がよかったって言ったら怒られそうなんで言わないですけど、まあ言っちゃってるんですけど。あ、何これ、1,2,3,4,5,6、7クレ目。まあ、100クレに1枚ぐらい良さげカードは出てる気がするんですよ、今のところ。なのでこの今のテンポを維持していきたい。だからまあ10日に1回は良さカードが出るっていう状況はすごい良くないですかねえ、どうですか。ベースベイ、ウィレムスかな、はい。これが9クレ目。あ、ないのかな、お堅いの。コクラン、まあ、お堅いのもね、上げていかないと、毎回キラ出てやらせだとかって言ってくださるので、まあ、ちゃんと上げますよ。あ、これも柔らかい気がする。エンディアイエ。あ、エンディアイエ。あのね、アマーティが欲しいですね。アマーティがもうどう考えても強いので、数値しかり、KP しかり。アマーティも狙っていきたい。ということで、また次回にご期待ください。パック頭のね、お堅いカードですから、またお会いしましょう。さよなら。